はい、皆さん、こんにちは。アイズできてる。今回、紫です。紫けいちゃんです。ええー、とですね、なぜ紫を着てるかというと、えー、ブ,ルブルーを着ようか、ブラックを着ようか、グレーを着ようかというふうにちょっと迷ってたんですけども、うん、あからさ、あからさまにですね、ブラックでもないし、あからさまにブルーでもないな、みたいなね。えー、そんなような感じで、 えー、今回の動画に関してはですね、私があのー、まあ、皆さんもね、非常に今現在気にしていると思いますけども、円安の状況、まあ、為替の状況ですね、えー、それとですね、まあ、例のその、うん、まあ、ウクライナ情勢というかですね、それに関して、えー もうつい先日にですね、あの、穀物輸出に関わるですね、あの、オデッサ港に滞留していると言われるですね、穀物輸出に関するね、合意が行われたばっかしにもかかわらずですね、本日まだ急にこれね、どこだっけな、BBC かな、えー、BBC あたりがですね、急激急なニュースを出してきまして、えー、穀物輸出再開で合意の翌日にね、えー、オデッサ港に攻撃というような、 えまたねそういったような新しいですね急な記事が入ってきてまして情報が入ってきてですねまあこのちょっとね2つのね 為替、えー、に関するものもね、ちょっとね、ブルーンバーグに記事が載ってたんで、そのブルーンバーグの記事とですね、あと今言った BBC のですね、オデッサ港の襲撃というかですね、攻撃に関するね、その話題の記事、ちょっとね、二つを組み合わせてね、えー、まあ河の問題だとかね、そのウクライナ情勢というようなことに関してね、お話をしたいなと思います。非常に気になります。 非常に気になる話題がですね、えー、今日いきなりポンポンとね、為替の話とこのウクライナ情勢ということで入ってきたので、非常に気になります。というようなことでちょっとね、急遽この動画を撮っている次第です。日曜日なんですけども、はい、土曜日、日曜日休みなしですみたいなね、<laughs> 感じでね、えー、ちょっと話をしたいなと思います。まあ今現在のですね、日本においても、また、あ、私が現在いるね、タイにおいてもそうなんですけども、まあ輸入インフレというかですね、まあ輸入品の えー、特にですね、ガ、まあ、ソリン価格と小麦等のまあ食品と、まあ、あのエネルギー価格ですね、を中心にどんどん上がってますよね。えー、というような状況で、えー、例えば日本であれば給料が上がらない、でも輸入品が上がる、えー、ものが上がるというような、ね、状況の中で、これから国民生活はどうなっちゃうんでしょうかという、ね、不安を非常に持たれている方も多いですし、えー、あとはこのウクライナ情勢に関してもですね、本当つい先日ですよね、おとといでしたかね。 えー、この穀物合意ということで、えーと、ロシアとウクライナと、あとはトルコか。あと国連ですね。トルコと国連が間に入ってですね、実際の合意に、えー、達しましたよね。にもかかわらず、その翌日にですね、このオデッサ港の攻撃があったということで、関与に関してですね、どうも、えー、ロシアサイドはですね、否認をしてるような、否定をしてるようなんですけども、果たして真相はいかにみたいな感じですね。で、えー、まずね、そのね、 えー、穀物輸出の、ね、再開。まあ、このね、あのー、ウクライナのね、オデサ港に、えー、実際にですね、滞留としている大量の穀物、これをなんとかね、履か,かなければいけないというようなことで、まあ、今現在全世界的に起きてるね、穀物に関わるようなインフレを少しでも和らげられればなというようなね、まあ、経済的な、えー、どちらかというとですね、まあ、ウクライナのその、えー、もうね、そろそろいいんじゃないのというようなね、 えー、停、まあ、戦に向けた動きとですね、この今現在の世界情勢における動き、これをね、両方ともいい方向に持っていくためのですね、この、えー、穀物の輸出合意というね、輸出再開に関する合意が取り行われましたよね。えー、で、これはね、今現在23日、24日ですからね、ね本当にこれ昨日、おととい、まあ、 あの、実際のですね、日本もしくは大使館にすると、まあ実際のね、23日、昨日ということですけど、えー、国連とね、トルコ政府の仲介のもとに、えー、トルコイスタンブールで23日に交わされた合意では、ロシアは穀物を運ぶ貨物船が航行中は港湾を攻撃しないとしていたにもかかわらずですね、えー、その合意がなされた翌日に、このオデーサ港が攻撃をされたと。 で、当然ですね、行為っていうのは、まあ、どちらかというとねで、それに対してですね、ロシア政府はこれはね、関わりを否定してるっていう話なんですけど、じゃあ誰が攻撃するのって話ですよね。<laughs> まあ、そこら辺のね、まあ、事実関係は確かにね、わかりませんけども、ね、どう考えたって攻撃する人はね、あの、一国しか考えられないと思うんですけどね、というようなことを否定しているロシアらしいですけども、そういったようなことを考えるとですね、 これはね、ちょっとあまりにもおかしすぎるなというようなことで、やっぱりね、この実際のね、攻撃を、オデーサ港がですね、攻撃を受けたというようなことに関して、まあこの BBC もね、えー、緊急の報道を上げておりますけども、合わせてですね、国連等もですね、えー、もしくは EU に関してもですね、まあ非,非難の、ロシアに対する非難のコメントを上げているという、今現在の状況です。 えー、まあだからね、せっかくね、行われたこのね、穀物合意によって、あこのね、えー、ウクライナ紛争っていうのも、やっとですね、出口が見えてきたかなとね、皆さんも思ったんじゃないでしょうかね。私も思ってました。その合意が行われたというですね、速報を聞いた時にはね、ああ、よかったなというふうな感じで受けてたんですけども、その翌日に攻撃、え、何みたいなね。 これってね、ちょっとあまりにもね、えー、国際法というかですね、国際条例というか、そういったようなことに全く反しているような行いに思えちゃいますからね。まあ実際そうですよね。というようなことで、まあ国連にしてもですね、EU にしてもその非難をのね、声明を出してる、これは当然かなという気がしますね。でも方や、えー、当事者のですね、 ロシアウクライナの、えーまあ、ロシアに関してはですね関与を否定してるじゃあ誰が攻撃するんだよって話ですけどねまあというようなことがまずね一つね大きなね、えー、これ BBC のニュースこれねあの私ウェブ版で見ましたけどまた URL 貼っときますねこれ非常に大きなニュースだと思いますね日本でももうそろそろどうですかねこれもう今ね 今からですね、それこそね、12時間ぐらい前に報道、BBC で報道されたような話題ですから、えー、今現在どうでしょう、日本でももうそろそろ報道されると思うんですけどね。まずそういったようなものが一つと、あとはね、これもですね、もう本当にね、今からなんだ、30分ぐらい前にね、これはね、ブルームバーグでね、出てたようなニュースなんですけども、まあ、あの今週、もう今週ですね、今週の26、27日だっけな。 えっ、ー、と、いつだっけな確か26日、27日だったと思うんですけども、すみません、間違ってたらごめんなさい。あの、FRB のですね、会議が行われますというような中でですね、まあ、あの、FRB のパウエル議長に関してはですね、もうインフレも抑え込めると。 いうようなこと。でもね、このね、私なんか思うんですけど、このパウエル議長がもうインフレをね、抑え込めるというようなことを言っている背景にはね、その、えー、このね、ブルーンバーグの記事が出る前、出る直前にね、えー、そのね、攻撃が行われたっていう、その前の日のやっぱりね、このね、オデーサ港の穀物の輸出合意ということはやっぱりね、すごくね、背景としてあるんじゃないかなという気がしますね。で、このね、ブルーンバーグのね、えー、記事の中でもですね、 まあ今現在、アメリカの消費者物価指数、まあ、すなわち CPI ね、コンシューマープライスインデックスといわれるその CPI のがね、えー、つい先日もいよいよもって9%に上がったということで、えー、アメリカでは約40年ぶりの、ね、高インフレに入ったというようなね報道もありましたよね。で、そういったような中で、どう考えてもですね、あのー、今現在のバイデン政権,や政権においてもですね、まずはその景気云々それよりもですね、まずはこのね、 異常な、ね、まああえて言っちゃいますけどこの異常なインフレこれを抑え込むことが今の政権にとっては非常に重要なね一つの政策になるだろうっていうこともアメリカでは言われてますよね。でそういったような中で、えー、政策実際のですねフェデラーファンド金利政策金利をですね もうつい先日の報道なんかでも、まあ、以前はね、75ベーシス、すなわち0.75%の、ね、利上げを何回か今年の年末にかけて行われるだろうということが予想されておりましたけども、ついね、それこそ1ヶ月ぐらい前の報道では、えー、75ベーシスどころかですね、100ベーシス、すなわちですね、1%、1回の利上げでですね、1%の利上げというですね、非常に大きなインパクトを市場に与え、与えるかもしれないというようなこともね、 実際に FRB の会合で決定されるのではないかというような報道も上がっていた次第なんですね。ところがですね、今回のこの FRB のね、えー、まあ今週に行われるはず、今週だね、確かに、ね。ちょっとごめんなさいね。えっ、ー、と、そうですね、26日、27日。26日、27日ってあれですね、くしくも、<laughs> くしくもあの私がいつも話してる KK の息子。 え、ニューヨークにね、トンズラいしている KK 息子のですね、ニューヨークの司法試験の試験日と同じですね。<laughs> くしくも同じ日に FOMC というかね、FRB の会合が行われるということで、まあ、その日は私も忙しくなりそうだなって感じですけども、<laughs> えまあ、それはいいんですけど、くシくも全く同じだね、これ。でね、アメリカの金融当局は FOMC をですね、実際に26日、27日に開くと。 で、そこで当然ですね、パーベリ議長の声明が発表されると思うんですね。これ非常にね、大注目だと思いますね、今回ね。あのー、 ちょっとね、ここ数日間でも円、円、えー、まあ、対ドルに対する、えー、まあ、あの、円ですね、円の価値というかですね、円の為替がもう乱高下してますよね。一時139円超えて、いよいよ、もういよい140円かなと思ったら、まあちょっとね、EU のね、あの、政策会合によって、一時135円ぐらいまでね、円高が進んで、今現在、週末は今136円ぐらいかな。 で、まあ、ちょっとね、まあの、週明けにどうなるかっていう感じですよね。で、週明けには、この26日、27日、なんと、KK 息子の試験日と同じですね、2日間にわたって FOMC、連邦公開市場委員会が開かれますというようなことで、開かれる。あとにはですね、必ずパウエル議長の声明が発表されるはずです。この声明、非常にね、重要だと思いますね。 え私もね、この声明には、えー、実際ね、あのー、意見というかですね、パウエルさんの意見に関しては非常に注目しております。で、これによってですね、おそらくまたね、為替がね、ガバ,バッと動くと思いますね。えー、26日というと、えー、火曜日ですからね、まあ、アメリカ時間の火曜日だから、日本時間で言うと水曜日になりますけども、まあ、この火曜日、水曜日にかけてですね、おそらくね、またその声明の内容によってはですね、為替がね、バッと変わりますね。それによってね、 今までの円安傾向がこれからも続くのか、もしくはですね、このね、さっき言ったオデーサ港のですね、攻撃が行われる前にはですね、おそらくは前に出てたような1ベーシス、あの、100ベーシスポイントね、1%の利上げということはないだろうというようなことで、このブルームバーグの記事はね、書かれてるんですけども、ちょっとね、このオデーサ港の攻撃によってわかんなくなってきましたね。 当然またこれでね、えー、実際のね、輸出合意に関するね、要はね、あの、なんていうのかな、合意破りですからね、そういったようなことがあると、当然またこれ、ウクライナ側もね、えー、黙ってないでしょうから、そういったことによって、またね、持つ出るということになると、えー、インフレも、穀物が輸出されずにインフレも収まらない。えー 収まらないどころかですね、今以上のインフレの、ね、予兆が見えちゃうっていうようなことにもなるんで、そうなってくるとですね、いよいよですね、1%の値上げなんていうことも考えられるかもしれないですね。万が一に、まあ、万が一って可能性ありますからね、万が一ね、FOMC がね、あの会合でね、 一回の会合でね、1%のね、政策金利の上げということを決定したら、これは市場に対するインパクトすごくありますね。またそれによってですね、円安がガバーッとね、要はドル高円安がね、進む可能性というのは非常にありますよね。なので、このね、火曜日水、今週のね、火曜日、水曜日、日本時間で言うと水曜日、木曜かな、えー、そのぐらいのね、このね、パーベルさんの え、発表というかですね、えー、意見に関しては非常にですね、各エコノミストの方も注目してるでしょうし、あとはもう一つ、さっきのね、BBC のね、ニュースじゃありませんけども、このオデーサ港のね、攻撃、本当にこれロシアによる攻撃なんですかってね、まだちょっと速報がね、上がった段階で、えー、事実としてはロシア側は否定をしている、関与を,指定をしている。ただし EU とかですね、国連は当然もう避難声明を出しているというようなことですので、ちょっとまだね、 あの、事実ベースは分かりませんけども、いずれにしてもまたね、せっかくね、えー、合意に至ったね、穀物の輸出再開の合意なんだけど、それが保護にされたということで、いやーね、もう勘弁して、あのー、なんていうのかな、別にこれはウクライナとロシアだけじゃなくてね、全世界のね、えー、まあ、国民というかですね、でも世界に住んでいる全ての人たちにとってすごくね、影響があるような話だからね、なんとかしてほしいなっていう気がしますけどね、こんなことしちゃダメだよ。 っていう気がしますけどね。ということでねえ、今日ちょっと日曜日なんですけど、私もね、もうね、ちょっとあと夕方ぐらいにね、えー、もう一本ぐらい動画を上げる予定でいたんですけど、えー、急遽ね、この動画を撮っております。もう本当にね、日曜日も休みなしケイちゃんです、みたいな感じなんだけどね。ちょっとやっぱりこういうね、大きな話題がね、えー、2つぐらいポンポンと上がってきたもんですから、これはね、2つの話を組み合わせてお話し,しようと思ってね、えー、で、動画を撮った次第です。いやー、とんでもないね、ということです。 今回もご視聴ありがとうございました。それではまたね。バイバイ。